こんにちは、吉田さん。なんかね、ザ・ガマンっていうね、番組が昭和の後半にあったんですよ。後半って言っても昭和50年ぐらいですかね。そのザ・ガマンって番組は、まあテレビでね、スペシャルで放送されていたアメリカ横断ウルトラクイズみたいなもんで、それがクイズじゃなくって、あらゆる我慢をしていって、我慢強い人をどんどん選抜していくってやつなんですよね。まあこれがね、面白かったんですよ。基本的には東京六大学の中からエントリーで選ばれるんですよね。応募してで、オーディションをして我慢強そうな人を選手にするわけですけども、まずはですね、裸足で、エジプトの砂漠を走るみたいなのがあるんですよ。あの砂浜も裸足で行くと暑いじゃないですか。あれをエジプト版でやるんですよ。だからね、あのピラミッドを背にこうダーッとね、水着姿で走る男性がいっぱい、大学生がいっぱいいて、あちちあちちみたいな感じで、途中でゴローンってやったら脱落みたいな感じなんですけども、どのぐらい走るのか分かりませんけどね。で、今度走り切った後で水も飲まずに逆立ちをして、それをね、虫眼鏡でこうチリ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 焼くみたいなのがあって、完全にこれは傷害罪なんじゃないかなと思いますけども、昭和50年代の放送コードっていうのは面白ければいいって感じだったんですかね。なんか面白くなければテレビじゃないっていうキャッチコピーまであったらしくって、なんかチリチリ燃やしながら、それでもなんかね、耐え抜いた人を次の予選に行くみたいな感じで選抜したみたいですよ。で、次の予選はなんかね、砂漠で走ったり逆立ちしたりチリチリ焼かれたり、喉乾いたでしょって感じで、首にヘルメットみたいなのね、こういうのはめて、でそこにビールをどんどん注ぐというやつなんですよ。で、これビールを飲み続けないと窒息してしまうんで、どん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 ね、もう飲むんですよね。まあ、でもビールもね、2リットルも3リットルも飲んでいったらもうお腹がパンパンに膨れちゃうんで、で脱落する人はこの頭をね、ボンと下げるとビールがこぼれて、はい失格みたいな感じで呼吸ができるみたいな感じだそうなんですよ。まあそういうことをどん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 繰り返していって、熾烈な我慢をね、たびたびやっていくわけなんですけども、時には命に関わることまでやるわけですよ。どんなことをやるかっていうと、ナイル川にね、今度移動しましたっつったら、ナイル川には当然ピラニアがいますよね。ピラニアのいる川にジャポーンとね、背中越しに使って、で、この顔中に餌をね、こう上から撒くみたいなのがあるんですよ。そしたらピラニアが近づいてきて、餌を食べるならいいけども、人間を食べるじゃないですか。で、いててててってからね、こう腹筋の力でグワンとね、水から出ると失格みたいな感じで、もうほんと血だらけでね、その予選も勝ち抜いていくみたいなところがお茶の間に流れたわけなんですよ。で、いろいろあって決勝戦はやっぱりあれですよね、飲まず食わず大会で、選抜された決勝戦の3人が飲まず食わずでニューヨークの、ゴールデンゲートブリッジの真下でね、透明の、ビニールハウスみたいなテントでもう3日未満暮らすみたいな感じですよね。それこそね、飲まず食わずでやってるんで、みんなね、喉も渇くしお腹も空くんですよ。で、喉が渇いてお腹が空いてるところを、そのザ・ガマンっていう番組のそのアナウンサーがね、皆さんそろそろ限界じゃないですかって言いながら、みんなの見てる前でなんかオレンジジュースをね、飲んだりね、それこそビールを飲んだりとかして、わ、飲みきんないや、捨てちゃえみたいな感じで、3人が飲まず食わずであえいでる前でこう捨てたりとかね、食べ物をこう食べながら、もうなんかこう食べきれない、捨てちゃえみたいな感じでジョバーっと捨てたりとかするんですよ、ね、で最後こう流しそうめんをやってるところを、ね、冷ややかですよね。流しそうめんってのはもう冷たくて美味しそうみたいな、ビニールハウスの中見えるわけですよ。で3人のうち1人がもう我慢が限界です、食べさせてくださいって言ってからね、食べて脱落みたいな感じなんですけども、その食べようとした1人に残りのね、決勝に残ってる2人が声をかけるんですよ。待て、頑張れ、食べるんじゃないとか言ってからね、食べさせないようにすると決勝戦でまさにね、自分が苦しくなるのに妙な連帯感生まれてるんでしょうね。まあ、そんなこんなで結局優勝者が決まって、優勝したら、もう食べていいよ、飲んでいいよみたいになるんですけども、もう食べるところ飲むところじゃなくてね、涙でその決勝戦残った3人が最後スタジオに行って自分のビデオを見て大笑いするみたいなね、とんでもない番組だったんですけども、これ事故が起きなかったことがね、不思議なくらいなんですよね。かつて鳥人間コンテストってありましたけども、あの琵琶湖をね、こうやって自作の飛行機でこう飛ぶやつですけども、あれがうまく飛ばなくって、その発射台から真下に落ちて、で大怪我でね、半身不随になっちゃったっていう例もあってね、これで番組は取りやめになったらしいんですよ。まあ、とにかくね、昭和のテレビ番組攻めてましたよね。それこそ出演した人のもう人生とか生命なんてお構いなしみたいなことをやってましたよね。
だからあれがまさに命がけで番組を作っていた時代ってことなんでしょう。別に美化するつもりはないんですけども、でもね、やっぱり情報発信のビジネスってあそこまで命かけるわけじゃないじゃないですか、うん、だから全然恐ろしくもないし、まあ、中にはね、こう YouTube でこうやって顔出ししんの見て、いやなんかネットで顔出しするのってリスクありませんかって言うけども、いやいや、リアルで歩いたりコンビニで働いてる方の方がリスク高いでしょね。最近の凶悪な事件、例えば秋葉原で連続でねやられましたとかね、どっかねアニメーションのなんかこう現場で放火されましたとか、いろんな事件があるの全部リアルですからね。ネットで何ですか、なんかこうカメラからね火が出てきて燃えて死んだみたいなのないと思いますし、なんかこうやって放送したら後ろから殴られたってこともね全然ないと思いますし、それこそどんなに一生懸命頑張っても、うん、なかなかね有名になることって難しくって、それこそ気づかれないっていう現実ありますよね。ただやっぱりまあ出たがらない人には一定の配慮した方がいいなと思うのと、あと肝心なのはね、そのザ・ガマンっていうむちゃくちゃすごい番組ですよ。テレビでそれこそ視聴率もろ叩き出してね、それこそ 10% 超える1000万人以上が見た番組なのに、この番組のことすら誰も覚えてないっていうね。テレビの影響力ももう凄まじいと思ったけども、ザ・ガマンっていう番組のね記憶に残ってる人もいないし、もちろん誰が出演して誰が優勝したかなんて誰一人知らないですよね。そのザ・ガマンっていう番組があったことすら気づかれてないし、で最近もそうですけどね、天才たけしの元気が出るテレビってのありましたけども、ほとんどの人が忘れてるし、そこに出ていたのが誰なのかってこともね正確に覚えてないみたいなことがあったりとかね。松方弘樹ちゃんとか出てましたよね、兵藤由紀さんとかね、もう忘れてるでしょうねきっとね。だからね、人ってその忘れるんですよ、うん、で自分のことは結構覚えてるんですけどね、自意識過剰というか、だから人が何やったかとかね全然覚えてないんですよね、うん、億万長者合宿の皆さんもどうしてるでしょうね、というふうな思い出話でございました。いってらっしゃい。